日本の水産物の輸入禁止を見直すかどうか検討するために来日した韓国の調査団が福島第一原発など5日間の視察日程を終えて今日帰国します。韓国の調査団が今到着しました。これから食品を輸出する際に必要な検査を行う施設を視察します。調査団は水産物などの輸出時に行う放射性物質の検査の機器を見学しました。今週福島第一原発を訪れ汚染水の貯蔵タンクなどを確認しました。さらに千葉県の漁港なども視察し現場の関係者と意見交換をしました。参加した人は拍子抜けするほど厳しい意見は出なかったと話すほか、日本政府の関係者も徹底した安全管理を見せることができたと強い自信を見せています。日本の水産物の安全性、あと輸出についての安全確認ということについては強い自信を持ってますので、調査が終わった後も韓国側とですね、交渉を続けていきたいと。8県のすべての水産物の輸入規制をしている韓国の調査団は来月青森県や岩手県を視察し報告書をまとめます。しかしギクシャクしている日韓関係に大きく左右されるため、規制の緩和につながるかどうか見通せない状況です。